はい、どうも皆さんこんにちは、会長です。今回はですね、マルコスシーズンが始まるのでステージローテーションの、強そうなキャラ喋っていこうかなと思います。主にノラかな。ノラで、強そうなキャラ、話していきたいですね。編成もちょっとだけ語ろうかな。一回だけね、アイコンの方だけ見たんだけど、それ以外はそんなに深く見てないんだけど、なんか長くない？長すぎだろこれ。えぐい、めっちゃ語っとる。あ、なんかリリカのアニメだかの、なんか語ってますね。7時間後、7時間も語れんだ。7時間も語れるもの俺持ってるかな。コンパス7時間語るか今度。コスチュームがなんかピンクマルコス、なんかいいっすね。報酬については推し、かわいいね。いつも通りと、何かしらちょっと豪華になってもいいかなって思うけど、タイミング的には今じゃないんでね。で、なんかたまごっちみたいなアイコンしてますね。皆さんどうすか。マルコスシーズン3回目らしいんで、皆さん頑張ってください。ボーダーもいつもよりかはちょっと高くなりそうな感じはするけどね、人気だから。はい、早速、金曜日から、デラクラが一番最初に来るのはいつも通りですね。デラクラタカさん、キャッスルオブザシルバーフィート。なんか平面ステージがとても多いので、特にこれといったキャラはないんだけど、ギリギアステージが、ギリギアステージとタカさんがそんなに、ヒーロースキル貯めやすいステージではないんで、なんか2つ広げないとたまんないような、キャラはあんまりおすすめしないかな。タカさんはたまんないのは、いつものことなんだけど、ギリギアステは、どっちか上手どっちか下手みたいな感じになることが多いから、A 全部広げ切ってから2人で下に広げに行くっていうことが毎回起きるわけじゃないから、割と無難に臨機応変に戦えるキャラがいいんじゃないですかね。スプリンターは結構初動 C とか走るから、ここもそうだけど、だからアツシとか、ジョーカーとか、初動しんどそうなキャラは、あんまり渋そう。あと特殊なジャンプするようなキャラは、タカさんは渋いけど、ギリギアステは勇者とかは割と生きるのか。そこは好みだね。じゃあ次、月曜日、シュラ、ツッペル、ジッパカ。急になんかチュラ、ツッペル、ジッパカ、ツッペル、ジッパカ、チュラ。2ステージ貯めやすいから、そうだね。段差がそんなにあるわけじゃないし。てか金曜か、まず金曜のドアについて話してないわ。金曜ドア、別に弱くないね。弱くはない。タカさん二陣飛べるし、デラクラも二陣飛べるし、ギリギアステも敵陣 A か敵陣 B かなって飛べるから、悪くないかな。で、月曜もドアはそんなに弱くないけど強くはないわ。チュラが敵陣剥がされやすいし、C 取っても奥詰められやすいから、そんなに僕好きじゃないんで。ツッペルもそうだよね。C 飛べるけどわざわざドアするほどかって聞かれるとそうでもないし、ジッパカもなんか最初飛ぶか、なんか温存するか論争結構起きてるぐらいだから、そんなに強いわけじゃないっていう考えると、月曜はドアはしんどそうですね。ただヒーロースキルは割かし貯めやすい方だと思うんで、全然重たいキャラでも、ルチとかデズはちょっとジッパカはしんどそうだけど、それ以外ならなかなかいけそう。はい、グレオリ対ギルギア。ここはジャンプ強いね。ギルギアステージ勇者リヴァイちゃんと、割とね、敵陣とか手前で戦えば戦いやすいし、みんな前線いけるんだよね。 A を見なくていい、誰も割と簡単にいけるから、それが結構強みで、勇者リヴァイ、あとアインズだね。そこら辺のら結構おすすめかなって思います。立体とかはガンナー強いからアインズいいね。
まあそんな感じかな。まあドアは無難に立体もグレーも強いんでおすすめです。結構いい水曜、結構いいケルパーマジ来てる、結構いいケルパーマジ来てる。うわなんか癖強、この日俺潜りたくないわ。まあ結構いいドア強い、ケルパードア弱いマジ来てる。ケルパそもそもタンクが弱いね。マジキテルはドア諸説、ちゃんとなんか二陣飛んできた相手に対してまあ2人3人ですぐ剥がしてヒーロースキル貯めてから戦おうっていう判断ができる相手がいるんだったらあんまり刺さんないから、まあ、そういう判断ができない相手に対してだったら結構刺さるかな。割となんかなんとかなったりするし、その間に CM 取れちゃったりするんで、まあ、ヘイト取って C3 点安定させるぐらいだったらマジ来てる。まあ、そう考えるとドア強いのか。まあ、ただケルパがそんなに強くない。キルスプとか来ると本当にしんどいし、マジ来てるとかも視察路キルスプ通って奥のガンナ集めたり、結構とかも、まあ、C 勝負、まあ、しんどかったら奥詰めたりってできるから、まあ、割とこの日に関してはキルスプは、まあ、いつもは弱いけど、まあ、なかなかありなんじゃないですかね。うん、そうだな。まああとガンナーが結構カモられやすいステロになってるんで、まあガンナーやる方はちょっと水曜は気をつけた方がいいかな。はい、木曜日ライステおいでやす、ナッカラドア弱いね。あーでもナッカラが強いね。おいでやすがまあちゃんとなんかどっからでも奥飛べたりするんだったらまあ正直あり、まあ正直 C 飛びはそんなにおいでやす、いやどうなんだろう、でも奥飛びもしんどいよな。おいでやすのドアあんま信用してないんで、まあちょっとドアおいでやすでも使えるよ強いよって思ってる方は使ってもいいね。ナッカラとライステはまあライステはちゃんと敵へ飛んで触る判断か触らないでヘイトを稼ぐ判断できるんだったら相手に応じてあり。まあ、ナッカラは間違いなくドアめっちゃ強いし最強なんで、ナッカラ引いたらドア強いね。で、まあ、ヒーロースキルもそんなに溜めやすいわけではない。オイディアスも相手によってはなんか詰められたりする可能性もあるから、なんかオミとかがガトツ2回でガンナーに一気に詰めに行ったり、まあ、スプリンターが敵陣で広げさせずにいたりとか、うん、まあライスやねガンナーなかなかしんどかったりするんで、まあ、そこら辺も考えつつだね。ヒーロースキル主体のキャラはあんまりおすすめできないから、ナッカラはまあ貯めて強いステージだけど C 取った方がノラは特に勝てると思うんで、基本的には先に C 取った方が勝てるね、ナッカラはマジで。まあだからまあ僕としてはスプタンおすすめかな。まあスプリンターが木曜は無難に勝率高そう。はい、金曜日デラクラケルパ太鼓、あーこれは結構楽しそうだね。ドアはまあ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 弱い、太鼓のドアはそんなに俺好きじゃない。敵へ飛んでもライステよりもしんどいし、ケルパもドアあんまり強くない、味方依存になっちゃうからって考えるとやっぱりアタカン逃げんのが悪いのかな。でもガンナーもケルパしんどいけど、まあ太鼓とデラクラは強いからそうだね。まあアタッカーがなんか無難に強そう。まあスプリンターも普通のね、普通のスプリンターは強そうですね。普通じゃないスプリンターは何なんだって話なんだけど、そのヒーロースキルに依存しないとか、まあよく言えばなんかケルパで2点取りできそうな感じのスプタン持っとくと、まあスプタンというかスプリンターかな、まあだいぶ安定して勝てそうな感じはしますよね。まあなんかいろいろステージあるんですけど、ベルプレードチャンネルでパイレルワールドが現環境の野良のティア表を出してるんで、まあそれ見てどんなキャラ使うか考えてもいいんじゃないですかね。まあ全体通して、まあ、普通にスプリンターだったら PL 強いし、まあ常設ガンナーは正直何が強いとかあんまり言えないけど、みんな弱いから、まあアタッカーとかも無難に竜とか使っとけば
強いんじゃないですかね。まあ、ノラマルこそはちょっと間違ってもあんまり使わない方がいいんじゃないかなって思います。うん、マルコスシーズンだから許されそうではあるけど、まあ、勝つんだったらまあフルカノ握っとくのが一番丸いかな。まああとは合図とかって感じがしますね。まあなんか特にそんなにこれっていうあれがないんで参考になるかわかんないんですけど、まあ、ステージローテーションに対する簡単な感想は以上でございます。ではね、皆さん、まあ、シーズン頑張ってください。僕ももうすぐ2万フォロワー行くんで、まあ今シーズンランカー入ったら行くから、まあ、マルコスシーズンはちょっとだけ頑張ろうかなって思います。ではさよなら。